オレスト・アダモビーチ・キプレンスキー -1836 年10月17日は、ロマン主義時代の著名なロシアの肖像画家。最もよく知られている作品はほぼ間違いなく、アレクサンドル・プーシキンの肖像であり、それはすぐに詩人をして、その鏡は私をよりよく映してくれたと言った。1782年3月24日に、ペテルブルク近郊のコパリエ村で生まれた。 彼は、地主、アレクセイ・リアコノフの楽院であり、彼の名字は、ギリシャの愛の女神の名の一つであるキュプリスから、由来している。彼は、ノードのアダム・シュバルベイの家庭で育てられた。キプレンスキーは、ノードの生まれだったが、ノードの身分から解放され、その後、父親は1788年に、ペテルブルクの帝国芸術アカデミーの寄宿学校に入れさせた。 彼は1803年まで寄宿学校やアカデミーで学んだ。彼は大金メダルの獲得に向けて必要条件を満たした書くことのできない寄宿生としてアカデミーでさらに3年以上生活を送った。絵画プリンス・ドミトリー・ドンスッコイ・アフター・ザ・バトル・オブ・クラコボによって初めて賞を授与され若手芸術家がヨーロッパに留学して美術を学ぶことができる資格を与えられた。 卒業する一年前の1804年に彼は、ヨーフ・アダム・シュバルベイの肖像画を描く、それは上出来であったという。その肖像画は、同時代の人々に感銘を与え、それは後に、ナポリ美術アカデミーの会員らによってルーベンス、または、アンソニー・バンダイクといったオールドマスターの絵として、手に取られる。キプレンスキーは、帝国芸術アカデミーの会員に、彼を、 原作者とする裏付けの手紙を求めなければならなかった。以後、キプレンスキーは、モスクワ、トベリ、ペテルブルクにそれぞれ居住、1816年から1822年まで、ローマやナポリに移住した。イタリアで彼は、現地の少女アンヌマリア・ファルッチと出会い、愛情を抱いた。彼は彼女を豊送な家族から買い取って、彼の非公権人にする。イタリアを離れると、彼女を、 ローマカトリックの女子修道院に送った。1828年、キプリンスキーは友人であるサムウェイ・レ・ハルベルングから届いた手紙を受け、マリウッチが消息を絶ってしまったという知らせから、イタリアに舞い戻った。キプリンスキーは別の女子修道院に移された、マリウッチを発見した。結局、1836年に彼女と結婚した。結婚したことから、 ロシア正教からローマカトリックに改修しなければならなかった。同年に彼はローマで肺炎により母子した。サントアンドレアデッテフラッテの教会に埋葬される。ありがとうございます。